時期はいつも忙しいな。毎日のご飯を考えるのもちょっと大変になってきたかも。今夜のご飯はお姉ちゃんが作ったカレーの残りがあるからそれでいいかな。でもお姉ちゃんのカレースパイスがしっかり効いてて結構辛いんだよね。美味しく食べたいんだけど何かいい方法はないかな。お疲れ様です、プロデューサーさん。さっき社長さんからお電話がありましたよ。なんでもピリッとしたお話があるそうです。事務所に顔を出してほしいって言ってました。どうかしたんですか？いやいや、シャツについたその大きなシミはもしかして。早くシミ抜きしなくちゃ。すぐ準備しますから、そのシャツ脱いでもらってもいいですか？カレーうどん、マイルドになるよね。いいかも。ナイスなアイディア、ありがとうございます、プロデューサーさん。いえいえ、これでお姉ちゃんと喧嘩しなくて済みそうです。任せてください。シャツは真っ白に仕上げますから。それじゃあ行ってきますね。お疲れ様です、プロデューサーさん。社長がそわそわしながらお待ちですよ。いやいやいや、君待ってたよ。嬉しい知らせをいち早く君に伝えたくてね。実は我がナムコプロのアイドル望月アンナ君にオファーが届いたんだ。ああ、アンナ君はゲーム誌でコラムを連載していたね。先方がそれを見て今回打診してくれたそうだ。アンナちゃんのコラム、ガチのゲーマーならではの視点が面白いって評判らしいですもんね。いや、大手の食品会社からでね。そうなんだ。望月アンナ君完全監修のゲーミングカレー商品化プロジェクトという企画だ。販売時のプロモーションも引き続きナムコプロに任せてもらえるそうだよ。ゲーミングカレー、不思議な名前ですね。カレーを使った新しいゲームとかでしょうか？なるほど、ゲーミング PC とかよく聞きますもんね。でもそれだとゲーム用のカレーってことですか？詳しくは企画書を読んでくれたまえ。商品は全国展開し、 CM に新曲を流すと聞いている。なんとも熱意のあふれる企画じゃないか。この企画、君はどう思うかね？
おお、君ならそう言ってくれると思っていたよ。アンナ君とゲーミングカレー、期待しているよ。私もすごい楽しみです。一体どんなカレーになるのかしら。さすがに七色に光ったりはしませんよね。なんだかご機嫌みたいね。いいことでもあったの？そうなんです。聞いてください、リオさん。今日の晩ご飯、カレーなんです。私、朝からずっと楽しみで。カレーの日ってなんだかワクワクしませんか？なるほど、わかるわ。実家にいた時、カレーの匂いがすると嬉しかったもの。かな、チキンかな。ねえねえ、アンナちゃんはどんなカレーが好き？アンナもお家のカレー好き。でもレトルトも簡単にできるし好きだよ。そうそう、最近のレトルトカレーすごいわよね。お店のかと思っちゃうくらい。なの、ちょっとカレーの話に花が咲いちゃって、プロデューサー君も一緒にどう？レトルトのカレーも美味しいねって話をしてました。そうだよね、アンナちゃん。うん、アンナ、ゲームしてるといつもご飯食べるの忘れちゃうから、レトルトは楽ちんだからよく食べるよ。新商品を食べ比べたりしてます。うん、たまに書くよ。美味しいの見つけたらおすすめって。はあ、プロデューサーさん、つながったってどういうこと？カレーですか？ゲーム機を煮込むなんてことはないですよね？はあ、なるほど。アンナちゃんもさっき手軽だって言ってたし、ゲームとカレーって相性がいいのかも。アンナ、やってみたい。アンナのコラムが他のお仕事になってびっくり。でもすごく嬉しい。それにゲーミングカレー、ちょっと面白そう。
アンナが作っていいんだよね。わあ、アンナちゃんすごいね。新しい曲まで歌えちゃうなんて。でもカレー作りに新曲のレッスン、それに CM 撮影もでしょ。アンナちゃん大丈夫？確かにちょっと大変かも。2個目バコッタコッタ。ユニットはやってみたいけど、カレーの歌なのよね。ちょっとね、だってカレーにセクシーってなんだか付け合わせとしてどうなのかなって。カレーと相性の悪い人なんていませんよ。リオさんはスパイス、絶対にいてほしいっす。アンナもリオさんと一緒がいいです。スパイスは味を決める重要な役。私がスパイス？重要な役？そうなのかしら。そう。わかったわ。私も参加する。お姉さんが刺激的なセクシーを担当してあげるわね。This commute was a Patreon request. You can request event commutes by supporting us on Patreon and choosing the $6 plan. And after your request gets posted, you're able to request another commute. Yatta! Patreon support is extremely important in order to help us affording these translations. So please consider supporting us, even if it's the $2 plan, which grants you the ability to vote on monthly polls related to story commutes. Thank you.おはようございます、プロデューサーさん。ゲーミングカレーのミーティングだから、なんだか落ち着かなくて、早めに来た。ネットでいっぱいカレーのこと調べてたら朝になってて、ちょっと寝不足。プロデューサーさん、どうしたの？アンナ、何か変だった？方向性はなんとなく決まったかも。あとは作ってみて調整です。おはようございます、プロデューサーさん。あれ、アンナちゃんもう来てる。
プロデューサー君もみんな早いのね。実はカレー作りの役に立ちそうなものを見つけたの。アンナちゃんに見せたくて早く来ちゃった。わあ、リオさんさすが。私なんてカレーが楽しみってだけで早く来ちゃったのに。あら、いいのよかなちゃん、せっかくのお仕事なんだもの、楽しまなくちゃ。いい質問よ、プロデューサーくん。私が持ってきたのはこれ、スパークドリンク。店頭でゲームにぴったりって書いてあったの。見た瞬間これに決めちゃった。それはもちろんカレーに混ぜるのよ。どんな味になるかはわからないけど。リオさん、それいい。アンナちゃん、あら、お気に召してもらえた。よかった。念のため多めに買ってきたけど、どれくらい使うの？ううん、カレーには入れないかな。エナドリはアンナが飲みたいだけ。あ、そうなんだ。じゃあアンナちゃん、ゲーミングカレーはどんな材料で作るの？考えてるのは玉ねぎとじゃがいも、あとはコンソメとか。あれ、お家で作るカレーって感じだね。お腹が空いてきちゃうな。うん、ゲーミングカレーに珍しい材料は必要ないと思う。もっとゲームが楽しくなるカレー、そんなカレーにしたいなって。ゲームが楽しくなるカレー、わあいいね。みんながニコニコできそうなカレー。そうね、その気持ちが一番大事だと思うわ。ドリンクを飲んでみんなで頑張りましょう。うん、必要なものメモするね。人参と玉ねぎと、シアターの近くにあったんだ。ここなら何でも揃いそう。スパイスの種類も充実してそうだわ。こういうスーパーが近所にあると助かるのよね。必要なのはお肉とお野菜、あとは、あれ？あれれ？しほちゃんだ！カナ、それにプロデューサーさん、リオさんとアンナも。はい、シアターの帰りにたまに寄りますけど。そんなことより、どうしてここにいるんですか？ゲーミングカレー、メモを見ると食材は普通なんですね。ほう、しほちゃんに続いてアンナちゃん、かなちゃん、リオさんまで、なんという幸運。
アンナレーダー、不穏な気配を察知。場所はあっち。緊急退避です。アリサでしょ。そこにいるの分かってるから出てきて。そこバレちゃいました。そのアリサ、ただの出来心で。違うんです。アイドルちゃんの買い物姿を撮影しようと思ったとかそういうわけではなく。アリサ、放置すると危険。平気でライン超えてくるから。アンナちゃんの冷たい視線いただきました。今日は特に極寒ですね。ここは信頼回復のため、アリサもお買い物のお手伝いをしますよ。もちろんカメラ封印です。あら、にぎやかな買い物になりそうね。さあ、みんな気合い入れていくわよ。みんなって、私も入ってるんですか？まあ、いいですけど。わあ、じゃがいもってこんなに種類あるんだ。どれがいいのかな。そうね、カレーならこれかしら。確か煮崩れしにくい品種のはずよ。ただジャガイモが溶けたカレーが好きな人もいるし、好みかも。かぼちゃとか入れても美味しいし。しおちゃん家のカレーってすっごく美味しそうだね。今度食べに行ってもいい？どうしてうちに来るの？カレーならカナの家でも作るでしょ。シホちゃん家のが食べたいの。うちのカレー持っていくから交換しようよね。まあいいけど、ならあらかじめ言っておいて。カナってたくさん食べそうだから多めに作らないと。そんなことないと思うけど。美味しかったらいっぱい食べちゃうかも。この一瞬がフィルムに残せないとは。アイドル界にとってどれほどの損失か。アリサ、反省してない？いや、忘れてませんよ。アリサ、ゲーミングカレーのお手伝いですから。これとこれ、必要なのはこういうスパイスじゃないですか。ガラムマサラとクミンか。まあスタンダードなところよね。どう、アンナちゃん？うん、どっちも必要。でもどうしてアリサ、スパイス知ってるの？それは、最近激辛好きなアイドルちゃんが多いんです。 SNS を見てたらいつの間にか覚えちゃいました。アリサちゃんらしいわね。そういえば、辛さはどうするの、アンナちゃん？激辛にはしない。でもコリアンダーとカルダモンは欲しいかも。悔しいけど、アリサが選んだのいいセンスしてる。あ、アンナちゃん、もしかして今アリサを褒めましたか？あとターメリック、オールスパイス、これで全体を整えて
華麗なスラン。でもこの緩急のある対応こそがアンナちゃんです。集中してるだけだと思うけど、アリサちゃんどんな対応でも嬉しいのね。必要なパーツはコンプです。次は調理ミッション。おお、アンナちゃんがいつになく燃えてます。これはレアですよ。パシャ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 。アリサちゃん終わったら早速なのね。でも私も楽しみだわ。どんなカレーになるのかしら。今度はみんなでクッキング。お腹もグー。最高のカレーのタイミング。カナ、カレーで浮かれてるみたいだけど、公演もあるんでしょ。忘れないようにね。はっ、そうだった。頑張らなきゃ。ステージング。包丁も洗ったし、まな板も洗ったし、準備オッケー。あとはやることなんだろう。あ、プロデューサーさん、そうなんです。私とっても楽しみで。カレーって幸せな気分になりませんか。パクッと一口食べたらウキウキ。あら、二人とも早いわね。もう準備できちゃったの？そうなのね。ありがとう、かなちゃん。じゃあ、ご飯も炊けてたりするのかしら。ご飯？ご飯…大丈夫よ、かなちゃん。まだ時間はあるわ。今から炊いても十分間に合うわよ。あ、プロデューサーさん、給湯室の炊飯器壊れちゃったみたいなんです。修理に出しておきますね。できれば新しいのを買いたいですけど、経費に余裕があるときに。え、どうしたの、プロデューサー君。いきなり大声出して。声がしたけど、何かあった？あ、アンナちゃん、ごめんなさい。試食会なのに、私ご飯炊き忘れちゃって。ちょっとよくわからないけど、今日はご飯いらないよ。カレーだよね。なのにご飯いらないの？うん、下準備も済ませてきたから、すぐ食べられるよ。
え？手際いいのね、アンナちゃん。それじゃあ、私たちが手伝うことは？完成するまで待ってて。そんなに時間かからないから。完成です。これがアンナのゲーミングカレー。イエイ。このコップに入ってるのがカレー、カレー、カレー。確かに色や匂いはカレーだけど、具も見えないからなんだか飲み物みたいね。うん、具材はミキサーで細かくしたから、煮込んで溶けてるよ。パウチに入れて飲み口つけたら手軽に補給完了です。はい、いただきます。うん、コクがあってすごく美味しいわ。この本格的な味、見た目からは想像できないわね。あ、本当だ、美味しいけど、ちょっぴり私には辛いかも。辛いの？それならスパイスは調整、もう少し甘くした方がいいかも。あ、でも試作品第1号はまあまあかな。みんなありがとう。また味見してね。ねえ、アンナちゃん、そのどうしたの、カノ。おかわりならあるよ。あ、ううん、そうじゃなくて、なんでもないよ。はあ、カナちゃん、ため息ついてどうしたの？もしかしてお腹空いちゃった？ううん、だってアンナちゃんのカレーを食べたばっかりだし。あれ、飲んだばっかり？はぁ、恥ずかしい。お腹は正直ね。よし、お姉さんとデートしましょう。ほら、プロデューサーくんも行くわよ。わあ、すごくおしゃれなお店ですね。あのリオさん、ここは？ここはね、このみ姉さんやかおりちゃんたちと一緒に飲みに来るお店の一つなの。大人のお店じゃないですか。私なんてまだ中学生だし、ダメですよ。大丈夫、このお店昼間はランチもやってるの。すごく美味しいから、かなちゃんも気に入ると思うわ。あ、本当ですね。そっか、ランチタイムは中学生でも入っていいんだ。やったー。メニュー、メニュー。うわー、すっごくたくさん種類があるんですね。そうね、このお店はおつまみの種類が多いから、それだけランチも豊富なのよね。
たくさんあるのは嬉しいですけど、全部美味しそうで迷っちゃいますよ。そうね、私はおすすめセットにしようかな。せっかくおすすめしてくれてるんだしね。わあ、リオさん、なんか大人って感じですね。それじゃあ私もリオさんと同じのにします。あ、このお料理もカレーの味がするんですね。初めて食べたけど、おいしい。今日は長芋とベーコンのカレー炒めね。やっと笑ってくれたわね、かなちゃん。え？あ、私、そんなに暗い顔してました？っていうより、元気がないって感じかしら。ひょっとして、アンナちゃんの作ったカレーが原因？どうしてわかるんですか？アンナちゃんのカレー、美味しかったです。でも、私が思ってたのとは違うカレーだったから。でもアンナちゃんは手軽に食べられるって嬉しそうに言ってたし、私お家のカレーみたいなのを想像してて、だからちょっと寂しいなって思っちゃって。初めて遭遇したカレーにびっくりしちゃったのね。でも戸惑う気持ちもわからなくもないかな。私も最初見た時はやっぱり戸惑ったし、だけどアンナちゃんが一生懸命なのはわかったから。それはわかるんですけど、リオさんはやっぱり大人だな。まあそうなのかも。私の場合、お酒に合うカレーの方が身近だったから。カレー味のおつまみって結構いろいろあるのよね。そういうのも大人の経験なのかもね。いろんな人のそばに。あ、そうですね。カレーってたくさんの種類や形があるんですね。私、よく知らないのにアンナちゃんのカレーを寂しいなんて思っちゃって、嫌な子。そうよね、私も言っちゃおっと。もう少し飲みやすくした方がいいかもって。かなちゃんもね。はい、私もちゃんと伝えたいです。びっくりしたけど、すっごく美味しかったよって。これが改良版ゲーミングカレーです。わー、すっごく美味
よりも美味しくしちゃうなんて、アンナちゃんすごいわ。アンナだけじゃない、二人が感想をくれたおかげ、リオさんが飲みやすい方がいいってアンナも迷ってたから助かりました。あら、そう？アンナちゃんの力になれたならよかったわ。あと味も、決め手は蜂蜜、カナがアドバイスくれたから。えへへ、たくさんゲームする人が食べるんだよね。それなら栄養がいっぱいある方がいいかなって。うん、それがゲーミングカレーだから。あれ、もしかしてアンナ、ゲーミングカレーのコンセプト話してなかった？そうそう、アンナちゃんすごい真剣なんだもの。だから納得いくまで突き詰めてもらおうと思って。はあ、ごめんなさい。でも不思議、二人ともどうしてわかったの？だってアンナちゃん、カレーはね、いろんな人のそばにいてくれる食べ物なんだよ。いろんな人のそばに？うん、プロデューサーさんとリオさんがそう教えてくれたんだ。だからアンナちゃんのカレーはゲームをする人のために作ってるんだなって私もいっぱい考えたの。そう、ゲームで遊んでる人が同じものを食べて盛り上がってほしいなって、みんなで同じゲームをして同じもの食べたらゲームの時間がもっと楽しくなるかもって。なるほど、楽しい思い出を共有するためのカレーってことね。アンナちゃんらしくて素敵ね。ねえねえアンナちゃん、私おかわり食べたいな。アンナちゃんも一緒に食べようよ。アンナ、うん、一緒に食べよう、大盛りね。あ、でも私何かと一緒に食べたいかも。ライスかな、きっと何でも合うな。サポートって何かしたかしら。エナドリを混ぜる案は却下されちゃったのに。ああ、あれはかなちゃんがお腹空いてるんじゃないかと思っただけよ。ほらほら、プロデューサーくん、私たちもゲーミングカレーおかわりしましょ。うん、ゲーミングカレーミッションコンプリートです。私たち3人の魅力で会場にいるみんなを虜にしちゃいましょう。
プロデューサーさんもゲーミングカレーに夢中みたい。もうステージにも夢中にさせなきゃね。かなちゃん、アンナちゃん、スパイシーに決めるわよ。おが甘口がいいな。辛
辛すぎるのはやっぱりね。まだまだ大人にはなれないかも。そんなことないわよ。だって二人とも恋の歌を上手に歌いこなしてたじゃない。恋の歌？私、カレーが大好きっていう歌だと思ってました。カレーの情熱、好きな人の愛情、そうなの？歌詞を見ると恋に振り回されてる感じがしない？それにカレーと彼がかかってたりとか。はぁ、あんな全然気づかなかった。はわぁ、私も知らなかった。さすが大人です、リオさん。うん、それにリオさん、いい匂いする。ギュッてしてもらうと気持ちいいし。わかるわかる、リオさんの虜になっちゃう私たち。あら、こんなはずじゃなかったんだけど。でもまあ、たまにはこういうのもいっか。よし、二人とも、お姉さんでよければいつでもハグしてあげるわよ。私もすごい楽しみです。一体どんなカレーになるのかしら。さすがに七色に光ったりはしませんよね。日もさっちも君